涼しい風、ちょうど良い日陰、さらにはうちわで涼む。確かにこれは初めての経験です。こういった経験一つ一つが視野を広げてくれるのですね。あら、あまり面白いものではないかもしれませんよ。先生、そんなところで見てないで、こちらにお越しください。ほら、うちわで仰いで差し上げますので。